GoPro ファミリーーメンバーのナッックルヘッドです今回は先日 Instagram で GoProJapan にフィーチャーしていただいた作品をベースにレタッチデータの開示と構図の解説あとは取り方の注意点なども含めて掘り下げていければと思いますなるべく短くまとめますので最後までお付き合いいただけると嬉しいですでは よろししくお願い,いたします、えー、写真としてはまあ最近自転車が楽しくなってきた息子をまあ、一緒にサイクリングをして、えー、走行流し撮りという形でお祈りしたものです。でまあ、日中なんでまあ GoPro ですと ND フィルターを使うことでシャッター速度を下げて、えー、流し撮りをしています。 マウントはハンドマウントと呼ばれるものですね。手の甲に GoPro をマウントするものを使ってます。で、まあ、それだけだとちょっとね、高さ出しづらいんで、延長バーをかましてるんですが、まあ、そうですね、その辺気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。えー、レタッチデータはこんな感じですね。まあ、相変わらずハイライト下げ。 シャドウを上げ。まあ、はっきり見える形にして、まあ、今回に関しては若干、色を出してるだけで、細かく色もいじってなかったな。そうですね。細かく色を出してるということもないです。ちょっと鮮やかにしてる程度ですね。えー、と、GoPro なんで、まあ、カメラの三大設定要素としての、 まあシャッター速度、えー、F 値絞りですねと ISO 感度っていう中で、まあ、F 値絞りの設定ができないわけですよですので、まあ、今回 ND32 のフィルターを使って光の入ってくる量を減らして、まあ、シャッター速度が遅くなっても明るくなりすぎないようにしています、えー、モニターを見ながら撮影できているわけではないので、まあ、ある程度 こ,うこれぐらいだろうなっていうので狙いながら撮影してるんですけど、まあ、一応その道路のラインと、まあ、息子の配置を対角線のライン上に置く形で、えー、GoPro の魚眼テスタな歪みでね、えー、どうしても端っこだと歪みがちなので、まあ、なるべく中心に寄せて息子を配置してます。 えまあインスタグラムでね私をフォローしていただいている方なんかはご存知かと思いますがまあ倉庫流し撮りが多くてですねでそういった形の撮影であれば、まあ、収束点が画角内に発生しますので、まあ、自然と放射線構図になるわけですでまあ私なんかのレベルでね偉そうなことを言うのもおこがましいんですけどもし こう写真うまくなりたいと思われているんであればまあ意識して構図を意識して撮るっていうのとまあ構図を意識して自分の写真を見返したり人の写真をまあ見たりっていうことをするといいと思います。例えばですねえここから先の部分に関しては自分で意識してなかったものになります。 まあちょっとこれっ、まあ、と3分割にしてますが収束点がまあ3分割の上の右側の交点のところに来てるんですよねもう少しね左下に行ってくれたらよかったのかもわかるんないですけどまあ左下の交点ギリのところに自転車のタイヤがかかってる部分もまあ収まりをよくしたのかなと、まあ、拙い自己分析ですけどまあ こういったことをするしないで、まあ、大きく写真の上達って差が出てくると思いますので、まあ、できれば自分の写真でもまあ1ヶ月後に見直してみたり1年後2年後に見返してみたりっていうのはすごく大事じゃないかなと思いますその時ねいいなと思っていても、まあ、次見た時にああここをこうしとけばよかったとか次ここをこうして撮ってみようって思って まあ同じような状態で写真を撮るときにまあ一つ二つ気づきがあって自分の写真がアップデートしていくっていうそういう積み重ねになってるんだと思いますまあね私もよく振り返りますけどもなんか昔の写真とか見たらすんげえ恥ずかしいやつとかありますからねまああとはまあ好きな写真家さんとかねまあ好きなこうインスタグラマーさんとか いらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった方の写真を見る中で、まあ、すごくいいなと思ったものって大体まあ何かしらの構造にはまってるんですよでそれがどういったものにはまってるのかなっていうのを意識して見るっていうのもすごく有効なんじゃないかなと思いますでそういったことを意識して人の写真を見ていく中で自分が撮る時にまあ ここをどうやって取ったらいいんだろうっていうこう変な迷いがなくなるってことはないですかねまあ減ると思います、えー、そうですね減らなかった時にはまたねこちらの方に、えー、クレームをいただければと思います、えー、今日は、えー、かなり短めにまとめてみたつもりなんですが、えー、参考になりましたでしょうかもし 何かしらの参考になったなっていう方は、いいねボタン、えー、チャンネル登録などをしていただけると非常に喜びます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ナックルヘッドでした。